この動画では、この1年間で売り上げが上がっていない、また売り上げが下がっているという先生に絶対見ていただきたい内容になっています。あなたがなぜ売り上げが上げれないのかっていう部分の決定的な問題についてですね、今日はお伝えしていきたいと思うので、もしですね、先生が当てはまっているのであれば、早急に対策をしてもらいたいなというふうに思います。間違いなくですね、99% の人はこれに当てはまっているので、ぜひですね、チェックしていってもらえたらと思います。では早速ですね、本題に入っていきたいと思います。はい。まずね、こちらなんですけども、職人 VS 経営者っていうことでですね、あなたは職人気質ですか？それとも経営者気質ですか？経営者気質なんて言葉ないと思うんですけども、あなた一体何をしてるんですかってことなんですよね。治療院経営、整体院経営、整骨院経営、何でもいいんですけども、経営者なんですよね。まず経営者としての自覚を持っていますかなんですよ。いや、俺は職人だからいいねん。それはそれでいい。それはそれでいい。それで貫き通すんだったらお金の心配をするなってことなんですよ。もしくは、あなたが本当に職人なのであれば、本当にすごい技術を持っているのであれば、困ることないですよ。そんだけすごいもの持ってるんだったら、日本全国、もしくは世界中から人が押し寄せてきますよ。でも、そうでないっていうのであればですね、経営学ばないといけないんじゃないですかっていう話になってきます。あなたは今のこの技術ですね。技術。どうやって手にしましたか？技術磨きには投資をしてきたと思うんですよ。一つは時間。本当にたくさんの時間をかけて今の技術を手にしたと思いますし、あとお金。本当にね、治療技術っていうのは、お金かかりますよね、本当に。学校卒業してからが勝負ってぐらいお金かかってると思うんですよ。本当に人によってはですね、家が建つぐらいの投資をしてる方もいると思います。いますよね。僕も結構投資してきました。18からこの治療業界に入らせていただいて、26まで僕はずーっと技術の勉強をしてきました。毎年熊本に行ったりとかですね、東京に行ったりとか、本当に僕はしてたんですよ。今でこそですね、技術の話は一切しなくなりましたけども、ずーっと技術磨きっていうのをやってきました。なので、もうこの業界あるあるかもしれないですけども、歴史ですよね、歴史。技術っていうのは伝承されていくんですよね。こう、引き継がれていくわけじゃないですか。ですよね。そして、世の中に還元されていくと思うんですけど、きっと先生も伝承されてきている部分もあると思うし、またお金を払って学びに行ったりもあると思うんですけど、そのお金を払って学びに行った先の人って、それを誰かから受け継がれてるわけですよ。基本的にこの技術っていうのは誰かから受け継がれていく、誰かから学ぶ、誰かから入れてくるものなんですね。ここ、そうですよね。じゃあ次行きましょうよと。じゃあそうやって素晴らしい技術にもかかわらず、なぜこのデータのように、倒産していってるんですか？潰れていってるんですか？って話なんですね。これ、東京商工リサーチさん調べの図をね、このまま借りてるんですけども、もう倒産件数ってどんどん増えていってるわけですよ。そしてその倒産の額もね、負債総額もすごいわけですよね。この動画撮って2020年の4月なんですけども、ここ最近ですね、本当に超業界でもビッグネームのグループがですね、倒産をしたわけじゃないですか。すごいですよね。もうそれだけで倒産件数バンっていってるかもしれないし、もう額とかね、本当相当な額になってると思うんですけど、これが今の現実ですよ。今の治療業界の現実。なので、この動画を今ここで見てくれてる人っていうのは当てはまってるから見てくれてると思うので、ストレートに言っていきたいと思うんですけども、職人さんは技術磨きには投資をしてきます。技術も、資金も投資してきますよね。経営者さんっていうのは利益を高めるための投資っていうのをしてくるんですよ。でも、ほとんどの職人治療家っていうのは、この経営に対する投資っていうのをしてきていないんですよね。それは生き残れるわけないじゃないですか。技術だけ生き残れる？いつの話してるんですか？需要と供給のバランスが成り立ってる時は、そんなもんなくてもいけたんですよ。需要と供給のバランスが崩れてきてるんですよ。もう供給過多ですよ。もうコンビニより多いですよ。治療院の数。そんな中で自分の技術だけで勝負できる人がどんだけいると思ってるんですか？うぬぼれるのもいい加減にしてくださいよって僕は思います。なので、もちろん職人大事。技術を追求するのはもちろん大事。でも、それ以上に、経営を学ばないといけないんですよ、経営を。経営を学ばないと、これはどれだけすごくても、ここで潰れていくんですよ。あなたは、その、尊敬する先輩であったりとか、尊敬する先生だったり、尊敬する師匠からこの受け継いだ技術っていうのを、あなたの代で終わらせていいんですか？それを本気で考えていますか？なんですよ。経営を学ばない。僕からしたら無責任だと思います。必死に教えてくれたお師匠さん、先輩、いろんな仲間がいると思うんですけど、そういった人たちに対する責任感っていうのは先生ないんですか？そういった人たちに対する感謝心っていうのは持ってないんですか？もし持ってるんであれば先生は生き残っていかないといけないわけじゃないですか。そして、その教えてもらったことが本当に良かったよという証明をしないといけない。そしてそれをまた次の代に繋いでいかないといけない。ではないですか？これが当たり前じゃないですか、人として。だからこそ経営を学ばないといけないんですよ。っていう部分なんですね。それを伝えたいんですね。じゃあまあ学びましょうよと。また自分一人で頑張ってる人は学んでくださいねっていう部分で、騙されない選び方っていうのをね、お伝えしていきたいなと思うんですけども、コンサルティングっていうのはですね、多くの方が受けてるんですね。治療業界以外の人は。もう当たり前のように受けてるんですよ。で、コンサルティングとは何かっていうと、一般的にはですよ、解決策を示して、その発展を助ける業務。言ったら今こんな状況なんですけどどうしたらいいですか？あ、これはね、こうしてこういう風にやってたらいいんですよ。っていう風な方法論を教えてもらえるところっていう認識なんですよ。一般的には。そうですよね、先生も。もちろん、それも一つある。でもですね、これは決定的な間違いなんですよ。間違いなんです、先生、これ。こう思っているのであれば、先生はコンサルをつけてもうまくいかないです。間違いです。そしてもし今つけていても成果が出ない人っていうのは、この考え方をしてるでしょ。だから成果が出ないんですよ。何を学ばないといけないのか、自分自身に何を落とし込まないといけないのか、そこに気づきましょうよ。それを今からやっていきますね。なので、これを知らないと、地獄への道です。地獄。こっちが天国、こっちが地獄。どっちかわかんないけども、何か地獄への道ですよ。だって何を得ないといけないか分からずに受けてるんでしょ。そうやって時間の無駄だし、お金の無駄ですよ。で、一番かわいそうなのは、全くわけ分かってないけども、コンサルの言いなりにして売り上げが上がってしまった時、自分の力でいけたと思うんですよね。そしてそのコンサルから離れる。どうなるか。やっていけなくなるんですよ。続出してるじゃないですか、今治療業界で。何々さんとか辞めたらね、うまくいかなくなって。もしくは何々さんとかいてるんですけど、うまくいかなくなって。そりゃそうですよ。ノウハウとかツールだけをもらってるんでしょ。方法論だけもらってるわけじゃないですか。そりゃ生き残れないですって。今のこの状況で生き残れるか？それで無理ですよ。だから生き残るために、そして反映し続けるために学ばないといけないところっていうのは方法論ではないんです。もちろんそれも大事だけども、それ以上に大事なものがあるんですよ。なので方法論にハマっていくとこうなってきますよ。今 SNS すごい大事だな。この動画も YouTube、SNS じゃないですか。やっぱり SNS 集客学ばないといけないよな。で学びに行くんですよ。どうするのか。YouTube に100万円を出す。そして Instagram に100万円を出す。金かかりますね。Facebook に100万円。そして LINE に100万円。400万かかりますよ。で、これを学んでどうなるか。結果的に使いこなせる人っていうのはほんの一部です。一部。なぜかというと、何度も話してるけども、方法論だと思ってるんで、やり方だと思ってるんですよ。それをしている限り、使いこなせないから。僕もいっぱい見に来た。今言ったこのね、YouTube、インスタ、Facebook、LINE、僕は学びに行きましたよ。それぞれその業界で、本当に名前の知れてる人のところに僕は学びに行きました。そしたらですね、自分とね、治療業界の人間もいてるんですよ。その人たちに懇親会何言われるか、前川さんどうやって治療に売り上げたらいいんですかって僕聞かれるんですよ。なんでやねんみたいな。いや、先生いてるやん。YouTube の先生いてるやん。インスタの先生いてるやん。聞いたらどうですか？僕はそんな偉そうに言えないじゃないですか。だって人のね、組合なのに組合って言っていいかわかんないけど。みんな困ってるんですよ。SNS のノウハウ必要だと思って言ってるけども、結局困ってるんです。なぜかというと、考え方分かってないからですよ。結局、方法論聞いたところで、じゃあ、治療院でやるにはどうしたらいいのかな？点なってる人がほとんど。自分の業界に落とし込んで、そのノウハウを活かすっていうことを分かってないんですね。分からないんですよ。仕方ない、それは。方法論を学んでるから。なので、最も学ばないといけないことは、マインドなんですね。マインド。考え方ですよ。あり方ですね。どんな状況になっても生きていけるためには、このマインドを学ばないといけない。このマインドを学ぶことに自己投資をするんですよ。わかりますか？方法論に自己投資するんじゃないんです。マインドに対して自己投資をするんですよ。だから、ノウハウを教えてくれる人のノウハウに投資をするんじゃなくて、その人の考え方とか生き方とか、そこを学ぶために自己投資をしていきます。優秀なコンサルほどこの傾向があります。ノウハウを伝えているようで、考え方を伝えてくれています。こうすごい大事です。ノウハウを伝えてくれているようで、考え方を伝えてくれてるんですね。こういった人を見つけて、こういった人から学ぶっていうことがすごい大事になっていきます。世界でね、すごい有名な投資家さん、もうみんなが知ってますけど、ウォーレン・バフェットさん、いるじゃないですか。会ったことないですけどね。が言ってるのは、一番の投資は自分に対する投資だっていうことを言ってるんですね。自己投資なんですよ。自己投資。じゃあ、自分に対する投資で何が残りますか？永遠。SNS 集客が永遠自分に残りますか？残らないですよ。インスタグラムの集客法、半年経ったら変わりますよ。YouTube の集客法も半年になったら変わるかもしれないですよね。今、時代がすごい勢いで変化してるんで、ノウハウにお金を払ったところで、もう半年後は違うノウハウ出てるんですよ。そこに自己投資をしても、リターンは少ないですよ。じゃあ何投資するのか。自分自身の考え方ですよ。考え方とか生き方、そういった部分を大きく変えてくれる人と会うために、その人との時間を過ごすために投資をしていくんですよ。自己投資をしていくんですよ。だからバフェットさんとランチするだけでもうすごいお金が動いたりとかするわけじゃないですか。その人たちは何を学んでるのかと、マインドを学んでるんですよ。なので、うまくいっている人ほどそういった部分に対してお金を投資していきます。もちろん時間も投資していきます。でも、うまくいってない人ほど、ノウハウに対して投資をするし、ノウハウに対してすら投資をしないです。それはどういった人かっていうと、僕のこの動画を見てくれてるような人ですね。すいません、見てもらって、ディスるようですけども、無料で何もかも解決しようとする人には、リターンはないです。リターンはないんです。自分が出したものに対してのリターン、これが投資なんで。なので、投資ですね、ぜひ頑張ってしていただけたらなというふうに思っております。はい。そんな感じですね、今日の内容は終わっていきたいなと思うんですけども、どうだったでしょうか？衝撃的だったんじゃないですか？くそ、この前がまた言いたいように嫌がって、こいつ嫌いはチャンネル登録やめたらみたいなね、感じの人もすごいいてると思うんですけども、まあ、そんな人どんどんやめてもらったらいいかなと思うんですけども、僕自身はですね、こういった本当に必要な部分っていうのをね、どんどんこの動画でお伝えしていきたいと思いますので、本当に変わりたいという人はですね、ぜひ動画見続けてもらえたらと思いますし、今回ですね、初めて前川見たという人はですね、僕の過去の動画とかもぜひですね、見ていただけたらと思います。はい。では、今日はね、こんな感じで終わっていきたいと思います。またこういった動画もたくさん出ていますので、ぜひご覧ください。ではまた、バイチャー。